入コース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番、ジュニーエース、大見女子リームドリームスタートしました。3番の堀之内がスタートにやや立ち遅れ、あとはほぼ揃ったスタートが一周の1枠へ。4角から4番の松岡奈美がまくっていく。そして1番の懐をついて2番の雲野、雲野がここで刺して先頭を立って、後ろその外に1番4番、まだ2番手争い、内側1番の鎌倉、外に4番の松岡奈美、さらに内からもう一手6番の水野も伸びてまいりました。スタートは正常、ちょっと1番6番がもつれたアクシデントです。なおスタートは正常でした。現在上位3艇が2番4番3番、1コーナーね、ちょっとつけ前に行こうかどうか悩んだんですけどね、はい、ちょっと4番のことを飛ばしそうな雰囲気になってしまったので、うん、結局切り替えて遅かったんですけど、はい、うまいこと珍しく入り込むことができました。ではファンの皆さんにも一言お願いします。はい、明日からも頑張ります。